じゃあ一応こんな感じで、あの潤が動いてもね、潤にずっとピント合ってるんで、そう、潤をずっと追いかけるのよ。すげえ。こいつはお利口さんなのよ。右手にピース、左手にピース、ダブルピースで au アユです。そして今日の、はい、厚田のパートナーこちら、ビボイ潤です。はい、はい、ということでようこそお越しくださいました。ありがとうございます。わざわざガチガチなんじゃない？おガチガチな時はもうこれよね、これみんな大好き、このエナジー。ちょっとぼやけてるけどね。はい、エナジーちゃん、いただきましょうか。じゃあ乾杯しますか。じゃあね、本日のウェルカムドリンク、エナジーとモンスターです。イエーイ。はいっす。じゃあお疲れです。お疲れです。今日はありがとう。はい、うぅ、イエーイ、イエーイ、乾杯、乾杯、いただきます。いただきます。うん、あー、うまい。始まりましたね。始まりましたよ。ありがとうございます。こちらこそです。あの、B-Boy タカのですね、あの紹介で実はあのクズの中のね、一人に入ってた人なんですよ。いはい、こちら、ジュンです。いはい、はじめまして。はい、じゃあちょっとね、軽くね、ちょっと自己紹介の方ちょっとしてもらってもいいですか？はい、はい、お願いします。まあ、クズの一人まあ、今井ジュンと申します。よろしくお願いします。はい、ジュンです。で、いえいえいえ、あの出身とか、はい、あの職業とか趣味とか好きなものとか、うん、まあ、言ってもいい範囲で、うん、はいはいはい、あの紹介してもらってもいいですか？わかりました。出身はですね、もうあの東温市で、うん、ずっと、活動してまして、うん、で現状はあのトレーナーというお仕事をしているので、うん、松山で、うんうんうん、頑張っております。なんですけども、まあ、ずっとこの先も東温市とあと松山で頑張っていくつもりでございます。なるほど、はい、やっぱね、地元がいいよね。地元大好きです。え、餅つく、いや、マジで最高。ちょっと、うん、ここちょっとどこか紹介してよ、ここそうですね、ここね、横すごいね、眺め結構いい感じで。そうね、ちょっとね、お借りしてるんですけど、うん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 、重信のツインドームという場所を今日はお借りしております。ツインだよ、みんな、ツインだよ。で、そして後ろに見えてるところにクズクルーのスタジオも実は映ってるんだよ。みんな気づいてるかい？ぼやけまくってるけど。はい、いやー、ということで、本当にこういうね、ロケーションでお送りさせてもらってるので、はい、あの、ちょっと音がね、自然音めっちゃ入ってるんですけど、ちょっとその辺はね、勘弁してください。よろしくお願いします。ちょっと早速、ちょっといくつか聞きたいことがあるんですけど、はい、そのモチベーションとか、はいはいはい、気持ちとかっていうところ、うん、なんかマインドリセットでなんか思考の癖を正すとかっていう言葉があったりするんですけど、なんかね、ジュンはその仕事でそのトレーナーっていう仕事をやってるから、うん、気持ち的なこの中身のことについてすごく聞きたくて、で、その中で、まあ、モチベーションを保つみたいなところ、うん、とかモチベーションを高めるっていう言葉があったり、逆に自分で言うとモチベーション下がっちゃったなみたいな、今日やる気出ないなみたいな、なんかそういうことがあったりするんだけど、はいはい、そもそもモチベーションを保つっていう言葉とか、うん、マインドリセットっていうことに対してなんかやってたりとか、うん、こう心がけてることっていうのがあったら、なんかちょっと教えてほしいな。なるほど、うん、いや結構難しいですよね、モチベーションってその一言がなんか、うんうん、確かにこう僕自身も今の仕事をしてるからこうすごく考える、まあ一つのワードではあるんですけど、うん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 、ずっと長い目を見て、まあ、いろんな何かをやることに対してこう気持ちのアップダウンっていうか、うん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 、あ、今日めっちゃやる気満々だぞみたいな、うんうんうん、頑張ろうみたいな時と、いや今日めっちゃ気持ち良かったんだけど、なんかいざなんかやろうと思ったら、うんうん、しんどいな、はい、今日やめようかなみたいな、そういうのって結構何事あるんですよ、うん、なんでそういう時に本当僕がやってることとしては、うん、一言で言うと、はい、自分自身のその目標設定っていうのを、うんうん、具体的に、あ、作るというのをやってます。なるほど。例えば、まあ、本当僕、ボディメイクっていうのを仕事でもしてるので、うん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 、
何ヶ月間で自分の体重を何キロにして、うん、でさらにその上のその体になった時に、うん、じゃあ何ができるのか、まあ、こういうところをもうやる前からまず立てます。なるほどね。はい。あ、いわゆるこう目標の明確化みたいな。そうですね。具体的にね、やっぱ数字出すとさ、うんうんうん、なんかいつまでにっていう危険的な数字だったり、うん、例えばいくら減量するとか、うん、まあ、何キロになるとか、うん、なんかそういう数字が出てくるとね、うん、目標って結構具体的になるよね。そうですね、うん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 、なんかその自分自身で、うん、まあ期日を決めるとか、うんうんうん、であとは本当僕はトレーナーとしてすごい細かくやっぱデータ取ったりとか、うん、なんか細分化して何がいけなかったのかなとかっていうのを日々考えてるんで、やっぱりその自分のためにも自分自身のデータは取ります。あ、すごい面倒くさいんですけどね。なるほどね。え、はい、そういうのって具体的にこうメモしてるの、はい、それとも携帯とかそういうのに書き込んだり恥ずかしながら一応携帯とかのメモにもしてるんですけど、うんうん、もうほんとざっくりで、お、よかったら、ちょっとマジめっちゃ恥ずかしいですけど、ちょっとマジで、え、これ見してもらえるめっちゃ、もうデータにならないです。これは本当にならない。本当、はい、見して見して、うん、これ一応、最近、うんうん、今やってる、うん、まあ、本当まあ今やってる段階の減量記録です。まあこんな感じで、うんうんうん、これざっくりで、まあ僕がもう自分だけがもう分かるように、うんうんうん、ポイントだけ、うん、書いてるんですけど、はい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 、まあ星のところが、うん、自分の目標設定、うんうん、この体この体重を、作りたい、うんうんうん、それに対して何をしたらいいかっていうのを、うん、まあ、その下に書いてたりする。あー、なるほど。もう簡単、めっちゃ簡単です。細かいことは自分の頭の中でなんとなくやってるんで、うん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 、とりあえずこれは絶対毎日やろうみたいな、へーっていうのをまず作ります。じゃ、今書いてある毎日あることは代謝を落とさないようにっていうことと、はい、うんうん、代謝を上げ続けるアクションを続けること。そう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 。なるほど。この2ポイントが逆に毎日抑えれてたら、うんうんうん、少なからずこの目標に着々と進んでいけるというふうに計画が立てます。あとは、日々の毎日こう、これってその日に書いてるわけじゃなくて、大体まあ5日後ぐらいを自分の頭の中で計算して、うん、お仕事がある日はあこういう生活になるな、うんうんうん、休みの日はこういう生活になるな。なるほど。こういうのを毎週毎週こうやり続けるわけです。あ、これもう本当にもうざっくりしか書いてないです。本当に見てもらったら分かる通り、何何これバーベキュー6000歩って何そう、え、ちょっと気になる。これね、何何土曜日は逆にお休みをいただいているのであー、なるほど。ですね、まあいわゆる、うん、こうオフの日にしてるんです。あー、なるほど。で、土曜結構ね、毎日毎日こう、うん、食事のこと考えて、うん、まあ減量するわけなので日によってはこう楽しめる1日があって、その分こう、うん、体はあんまり動かさないけど、うん、最低限こう歩こうかな。ああ、なるほどね。歩こうかな。最低限ちょっとだけの意識みたいな、うん、やったり。なんかいろいろ突っ込みたいとかあるよね。やっぱ日曜日こうチートデーと、はい、ね、やっぱ腹はやっちゃうよね。ここはもう、もう視聴者の視聴者の方もこいつなんやねんって思いますけど、まあでもまあ科学的根拠であったり、うん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 、こう我々が大事にしている減量のポイントっていうのを抑えた上で楽しんでやる。っていうのが大事なので。そうだよ、はい、だからさ、ぶっちゃけこうチラッと見た感じだとそのダンスとかさ胸とか肩とかあんま目いかなくて、はい、ぶっちゃけめっちゃチートデーとかバーベキューにすぐ目いっちゃったよ。わかります。でもそういうのが大事なんだよね。大事です。僕の性格が若干わかっちゃうかもしれないぐらい大事なポイントを書いてるという、うん、自分自身が自分の性格をわかってるから、うん、逆にこういうなんかノートにして、うん、書いていく。なるほど、ね、で改善策が絶対出てくるんで、うんうん、こういうのをしながら自分自身はしんどいことに対してモチベを維持したり、うん、高めたり落とさないようにしてるっていう。なるほどね、はい、そういうことか。やっぱその目標の明確化っていうとこと、うん、その過程も明確にしちゃうみたいなところでね、うんうん、そうですね、まあ、日記とか書くとかでもいいと思うし、うんうん、まあ、今みたいに要点だけいついつにこう先読み越してね、なんかこういうことやってくみたいな、うんうん、っていうのをそう明確にするイコール、あれだね、はい、こう文章、文字に起こすみたいな、うん、
ところ言語化しちゃうみたいなところは大事だね、うん、そうですね、うん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 、なんか自分も今仕事的にその教育みたいな人に教える仕事をしてて、正直そういう目標設定とかで悩んじゃうっていう子多くて、でそれこそこうモチベーション、その子にとっての勉強のモチベーション、特にやっぱ苦手な科目とかになってくるとモチベーションはそもそも上がらない、なるほど、なんか上げようともしないみたいなっていうところもあるし、もっと大前提としてはそういうボディメイクとか違って自分が勉強したいというよりはさせられてるみたいな、はい、そういうとこがあるわけよ、うん、なるほど、だから、うん、その今のね目標設定って根本的にさ、うん、その自分がこうしたいっていう、こう、うんうんうん、本当ねしたいことがあるやん、だからそこに対してじゃあどうすればいいっていうのをね、うん、立てられると思うんだけど、うん、そもそもこう目標設定がこううまくできない人っていうのが、うん、なんか多いかなっていうイメージがあるんだけど、結局自分は何を目指していったらいいのか、うん、っていうのがそういうボディメイクでもね、うん、なんかそういうなんかとりあえず痩せなきゃやばいみたい、なんかお医者さんから言われてとか、なんか明らかにちょっと最近周りから太ったって言われて、なんか痩せなきゃやばいと思ってんだけど、でも食べたいしとか、なるほど、でも寝たいしとか、いやなんかできればあんま動きたくないとか、なんかそういうお客さんが仮にねいた時、順どうする？やめ、ぶっちゃけ8割以上がさっきおっしゃられたような、どちらかといえば自主的にじゃなくて、こう周りから危機感を煽られて、うん、いややれよみたいな感じでやっぱ来られる方も本当いるんですよ。あ、そうなの、はい、で、本当愛さんがお仕事でされてるような、うんまあ、子供たちにいたりとか、うん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 、そのいわゆるちょっと言い方よくないですけど、やらされみたいな感じでこうね、やってる人も中にいらっしゃって、うんうん、すごく僕も仕事上で悩むことってたくさんあったんですよ。あ、なるほど。で、確かにそれって僕らが何でしょう、こう結果に対して無理やりこう目標を作って、お母さんとかその保護者のための目標を作って達成できても、うん、確か本人のその対面にならなかったり、そうだね、なんかあの、なんかわかるんですよ。あ、一緒に接して、うんうんうん、接してて、なんか通じ合ってねえな。あー、わかる、それあるよね。それめちゃくちゃあって、うん、そうそういう時に、うんうん、やっぱり、まあ、保護者の方とももちろん話はするんですけど、うん、やっぱり、うん、なんだろう、その当事者と、うん、もう心でなん会話しない限りは、うん、絶対その通じ合えないんで、はあはあはあ、もうその人のまずその当事者の方の心の中をしっかりと理解することに、うん、優先度を高めておくというか、あーはは、でも結果わかる、もう絶対出さないとダメなんだけど、いや違う、まずはその人だっていうのを大事にして、まあ、そこからもうほんと打ち解け合っていくっていうような段階がやっぱ必要なのかなって。それはあれね、その自分たちはいわゆるこうサービス業をしてるからさ、うん、自分がこうしたい、こうしたらいいのにっていうこととお客さんのその気持ちの乖離みたいなところがあるとね、やっぱりでもそこってさ、お互いちょっとずつこう寄り添うシーンっていうのはやっぱ話し合うこととか、うん、ちょっとこのコロナの影響でねあんまできないけど、やっぱ直接こう会ってね、いろんなお話を聞くみたいな、実際にそのトレーニングしたりとか、じゃあ食事制限しましょうの前にね、うん、やっぱりその人をまず知るみたいなとこ、うんうんうん、で、まあ、こっちとしてはやっぱりお客様ファーストでさ行きたいやんか、ね、何よりそのやっぱり一緒に、うん、例えば二人三脚とかでやってて、うんまあ、ほんと途中から心をこうなんかしっかりと開いてくれて、うん、やっぱりこう自分の方になんか向いてくれてるなっていう時が、うん、絶対こう頑張り続けたらですね絶対あると思う。はい、その時は確信して、はい、あ一緒にこうやっていってるんだなっていうのがやっとそこで分かるので、なるほどね、ほんとそこからねしっかりこう達成できたら、うん、なおいいかな。そうだよね、うん、なんか勉強もそのトレーニングもさ、はい、やるのってその人や、そのそうなんですよ、なんやけど別にその人のワンマンプレーじゃないよね、うん、なんかこうまあ、もちろん我々みたいなこう指導する側の人もいるし、もちろんその周りの人、その例えば自分にとっては生徒さんの家族の方とかさ、うん、そういう友達とかみたいな感じでこうみんなでこうやってってるかっていうのを自分はちょっと意識をしてて、あ、なるほど、そうそうそう、
なんか確かにその子が勉強をこうカリ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 ね、なんか何時間机に向かい合うとかっていうのはやるけど、うん、でもそれだとさ結構やっぱなかなか結果って出ないこと多くて、でもそうなった時にやっぱ何が必要かなっていうと、やっぱその子は一人じゃないんだよみたいな、うん、みんなでチームでやってるから、うん、めっちゃいいですね。そうそう、なんかそういうところもさ、なんかそういうボディメイクでもなんか大事なのかなみたいな、なんかちょっと勝手なイメージで、いや思います。絶対なんかもう共通することがやっぱ人っていうことなんで、人っていうのはやっぱりこうやっぱしんどいことに対してもう本当にだらしないというか、いや、まあ、間違いない、嫌なんですよ、絶対嫌だよ、いや、もう続ける嫌なんですよ、わかるんですよ、で分かってるんだったらもうそれを逆の発想で、うん、しんどくないとか、うん、逆に楽しめるようにっていうのをやっぱりその指導する側は考えていかないといけないかなっていうのは思うんで、まあ、その一緒に勉強する時間とか、うん、トレーニングする時間が唯一その人にとってすごい楽しい空間になるように、うんうん、もうやるしかないのかなって、なるほど、僕は思います。聞きましたか今、むっちゃいいワード出ましたよ、はい、楽しむみたいなね、いやそこはね、わかる、ね、勉強楽しめって言われてはーってぶち切れられることってよくあるんですけど、その楽しむって一番こう何事でも大事だよね、うんうん、そうなんですよね、いやほんとほんと、本当にね、人によってどこにこう楽しみが隠れてるかって全然違うんで、うん、そうね、僕も結構お客さんに聞きますもん、うん、え、筋トレ好きですかって、うんうんうん、楽しめてますか、うん、全然みたいな言われるんですけど、やっぱそうなんですねみたいな、そうそう、え、じゃあなんでこんな通ってくれてるんですかみたいな聞くと、うんうん、やっぱその違う部分に楽しみがあったり、うん、そうね、はい、うん、まあ、どこかにか楽しみがあるから長いこと続けれるみたいな、うんうん、しんどいのに長いこと続けれるってことは、うん、なんかハマってるんですよ、そうだよね、そこを絶対、うんうん、そのサービスする側は知っておくというか、あ、常にこう探求しておければ、うん、そうやね、モチベーションっていうのは、うん、頑張っても維持できるというか、維持させれるっていうように僕は思います。あー、それちょっとすごいいいこと聞いてるんですか。その人それぞれの隠れてる楽しみなこう引き出しをね、どこかな、うん、どこにあんのかなみたいな、ちょっと探しながらね、はい、それがお互いで分かってたら、うん、あ、じゃあ今日このちょっと楽しい引き出し上げてみようかなみたいな、うんうんうん、ね、でもちょっと別のね、しんどいとこがあってもその楽しいとこが上回ってたらさ、トータルして結局人間ってさ、楽しい思い出しか残らないから、そうですよね、で、プラスこうまたね、結果が伴ってきたときとか、うん、目標にちょっとでもこう近づけるみたいな、最後数字がね、うん、変わってきたとき、よっしゃみたいな、そう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 、ね、モチベーションがいわゆるこう上がるっていう、もうピークになった時は ね、感動が生まれますからね、本当にやってよかったなになったら、うん、こっちのね、うん、もうこっちのもんというか、うん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 、しっかりこうサービスを提供できて、そうだね、価値をこう伝えできたのか、いやー、それはね、あるね、モチベーションに関してはまあこんな感じで僕は向き合ってやってます。はい、ありがとうございます。自分もちょっともう早速今日帰ってから仕事に行かしたいと思います本当にありがとう、目標設定っていうのはすごく大事なので、わ、うん、かりました、はい、参考にしていただきたいなと、ありがとうございます。じゃあちょっとネクストの質問してもいいですか。あ、OK です、わかりました。あの、純がこう、はいはいはい、めっちゃこれいいっすよ、あゆさんっつってなんか勧めてくれた本の中にグリッと、勉強ができるできないに関わらず、でもそうやってグリッと持ってる人っていうのはなんか結果的になんか成功を収めるみたいな、やり抜く力とかってもう男からしたらめっちゃかっこいいワードというか、うんうんうん、興味深すぎて、うん、なんかずっとずっと追求したいなみたいなところにやっぱり、うん、